はい、皆さんこんばんは。今日金曜日の夜中です。はい、ピントが合ってるな。はい、今日はね、今何をしてるかっていうと、それはちょっと後で言いますね。ちょっとお詫びと感謝の言葉を言いたいと思います。こいつらだ。あ、違うな、全然大丈夫だ。これははい、ごめんなさい。はい、ですね、まずちょっと嘘というかな、自分で強がりをね、ちょっと言ってたんです。強がりというか、なんか嘘みたいな感じかな。自分の頃に、実はね、金ないで、いつも言ってたでしょ。なんか面白おかしく、言ってた、ね、話してますけど、結構深刻だったんですね、実は。本当に深刻で、やっぱりその深刻さっていうのが、動画に出たのかな。お金を使わない選挙で俺はやりたいとかね、なんか自分のこう、お金かけないで自分の足でね、なんか運動して、そういうので3年後のね、市議会議員に向けて俺運動したい、俺のやり方でぜひ挑戦したいっていう風なね、形で言ってたと思うんですけども、本当はですね、やっぱりこんな金ねえ俺が、皆さん金ないって言っても本当皆さん金あるじゃないですかだけど本当ないんですよ、情けない本当にね、情けない。こんなね、金ねえやつがそんな議員さんなんかや、議員を目指していいのかとか、すごい実は葛藤があってね。でもそれをなくしちゃうと、俺のこのテンションというか今の精神状態がおかしくなるし、せっかく、うるせえバカ、せっかくね、見つけたこのもう人生の後半ですよ、最後に今までこんなことね、こんな、なんて言うんだろう、人を助けるとか人のためにっていうようなね、仕事って本当やってこなかったんです。ボランティア活動なんかも、例えばこのね、N国のボランティアじゃなくても、他のね、こう、唯一ちょっとボランティアっていうのは犬のね、介護じゃないや、犬の保護ですね、保護犬の、NGO を立ち上げて、一応そこの代表っていうのを、何年かやってたんですけども、それぐらいですかね。でもそれはボランティアっていうよりもなんか趣味みたいな感じでした。金もまあまあ一人だし余裕があったしね、そういうのでやってたんですけど、それもちょっと金を後半、出資するようなね、形になっちゃって、ちょっとバカなね、頭がおかしくなってしまってね、ボランティアの方は結局今はもうこれはやってないんですけど、代表で、前ちょっと動画には出してるんですけども、ボランティアの代表、いろんなことからやるようになってしまって、ただね、仕事がね、忙しくなってしまったんでね、ちょっと聞こえないな、できなくなっちゃったんですよ。もう忙しくて休みもないし、それでちょっともう辞めたいっていうことを言ったんだけども、なかなか辞めさせてくれなかったんですね。で、辞める代わりにっていうんじゃないけど、お金出せっていうことになって、出せってそうひどくはないけど、でも出すことになってね、俺もそこそこだもらってたんで、一人だしね、いっかと思って、だいたいずっと 10万ずつずっと出してたんですよ。10万とかまだ
15万とかもありましたけどね。あと震災があって、その時は結構また金つぎ込んだんだけど、まあ、そういうのをやってまして、今年の俺が病気になって休職するまで、あれ俺給食の話言いましたっけね、まあ最近までずっと払ってたんですね、10万。はい、そうだ、ごめんなさいね、あれ俺払っ、俺の話言いましたっけ、もう分かんなくなっちゃった。自分本当申し訳ない。皆さんね、これ見ていただいてる方、ほとんどの方働いてるでしょ。朝ね、早く起きてラッシュでね、電車混んでる中汗かいて、帰りもぎゅうぎゅう詰めのラッシュで帰ってきて、俺もねずっとそういうことを約10年、まあその前にね、いた会社には10年ずっとやってました。今年の4月にですね、うつ病になっちゃいまして、まあうつ病というかね、適応障害、正確に言えばね、まあ、正確なのか不正確なのかよくわからないんですけどもね、自分でも全く自覚がなくて、突然ねそういう状態になってしまって、もう目先真っ暗になりましてね、4月ぐらい、4月の頭です。まあ後半ぐらいからかな、結局4月の前半から、まあ、会社を休職じゃなくて有給取って、2ヶ月後に、休職したわけなんですけど、地獄でしたね。まあいろいろね、忙しいのが、まあなんだろう、まあ、ずっとな、なんだろうね、もう分かんないですね、原因なんて。なんか人間なんてそんなもんで突然そういう風になる。俺なんか、B 型なんですよ。で、年取るにつれて O 型ってみんな間違えられるぐらいで、うん、親父が B で母親が O でね、なんか O 型っぽくなってきたんだけども、全然そういうね、なんか大雑把な、はい、こんな感じだったんですけど、うつ病になってしまって逆にショックでね、ちょっとそれ表現しづらいんですけど、で、まあずっとね、まあ引きこもりみたいな感じでずっとやってたんですよ。まあで、N 国党と出会ったのはその時なんですね。もう一日何にもしないで、何もできない、テレビも見れないし、何にも暗い部屋というかね、何にも、本当何にもできないんですよ。何にもしようともできなくなって、することも、なんて言うんだろう、なんかしようってしなきゃいけないんだって思って、もう何もできないんですよ。そんな感じになっちゃって。でもね、俺を救ってくれたのが N 国党なんですよ。その頃から動画見てて、立花さんとこのことはね、もう前から知ってたんですけども、 NHK にうちが来た時にね、あ、そういうのあったなと思って YouTube で見て対応したりとかねしたんですけど、まあ結局は契約しちゃったっていうね、弱い人間なんですけど、はい、で、そうなんです、救ってくれたのは N 国党なんです。で、今逆にこうやって俺喋ってられるのは本当に N 国党のおかげなんですね。まあ N 国党の皆さんだったり支持者だったりボランティアの方だったり、まあ、ボランティア活動しながら皆さんお友達になっていうか仲間みたいなのがまたできてて、まあもちろん立花さんは、いや本当に立花さんですよ、あんだけ頑張ってられて、それで俺も同じ年、まあ立花さん一個下なんですけど、こんな年下の人でね、まあ会社でも年下の上司いましたけど、うちの会社もね同い年なんですよ、社長がで、まあいろいろね、年下の上司とかもいたりで、まあそういう社会、会社の中でぐちゃ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 やりながら生きてきたんだけど、心から尊敬できるっていうかな、ちょっと違う意味で尊敬できる、まあ、立花さんみたいな人って今まで見たことがなくてね、まあ憧れもあるし、逆にそういう人に協力したいっていう思いもどんどん高まって今みたいになってるんですけど、ただね、本当思いはね、自由じゃないですか、議員に。
俺もなるってすごいそこでテンションが上がって、もう病気のことなんか忘れるぐらいになったんです。うん、でも治ってるっちゃ治ってると思うんですよ俺。本当にありがたい。だからね、銀にっていう夢で、まあ夢というか目標を立てて、まあ3年あるからね、3年後にはなんとかなるだろうっていう、まあ浅はかな考えでやってたんだけど、まあ本当にそれもどうなるかわからないじゃないですか。それが結構ね、自分の中では、本当必死で余計なこと考えないで今までやってました。だから、まあちょっと話ごめんなさいね、なんかぐったぐたなんだけども、そういう中でね、いや最近本当に親父が死んだり、まあ今度はまた葬式だったり、葬式はもう終わったんですけどね、めちゃめちゃ金がかかったりで、親父の保険で本当は払おうっていうことで全然、なんかまあ葬式代は出せるような感じでやってたんだけども、親父があの結局ね、保険をこう切り替えをしたことによって死んだ時にお金が出ない形に、ね、なっちゃったんですよ。これあの親父が自宅介護にいたり、自宅介護してたんですけど、それで最後は病院で4ヶ月ぐらいかないてね、もう急にお金を用意しなきゃいけないとかっていうのがあって、まあ、それからまた49日、あとね墓のことですね、ちょっと墓の問題とかあって、で49日に今度は今49日にお墓に入れるじゃないですか。で、あれもそんなにお金かかんないと思ってたんだけど、うちの寺がもうほんと金取るんですよ、めちゃくちゃ。だから俺のね、俺ねその給食してるんですけど、俺は一応傷病手当っていうのもらってます。だから生活はねできるんですよ。ただまあね、前働いた時よりはまあ少ないですから、俺もね、こんなことが本当起きるとは思わないから、本当に今年の、病気になった時も、そのボランティア、あの動物の方ね、 NGO の方をねずっと10万払い続けてたんですけど、それもちょっと遅れちゃったりして、結局7月8月ぐらいまでかな、10万ずっと払ってたんですよ。そんなこと言ってたらもう何も手持ちがなくなってしまってね、と金がないんです。正直申し訳ない、申し訳ないじゃないけど、ただなんか強がってね、なんか動画の中とかでなんかよく、俺はあんまりまあ嘘じゃないんですけど、まあ、自分が何言ってんだって思うんだけど、なんかよく講座 YouTube のねところになんか寄付をしてくださいみたいで講座書いてる人いたでしょ。で、あれをね、俺なんとかさんってなんだっけな、なんか立花さん告訴する人とかでも結構いるじゃないですか、最後も確か書いてあったでしょ。俺あれはねちょっと視聴料とかそんなの YouTube でもらってんだからいいんじゃねえかって、なんか偉そうなこと言ってたりしたんだけど、実はね、まあ俺のその状況多分察していただいたのかな。今日実はね本当ありがたいことに、ニックさんのね、支持者の方っていうのかな、からまあ私にっていうことで3万円なんていうんですか、あまりに俺がちょっとそういう風な色出してたからかな、ちょっと気を見ていた、まあなんていうんだろう、気持ちをさし、ね、本当に分かってしまったというか、そういうところで3万円ほどね、ニックさんから俺に渡してくださいっていうことで、実はニックさんからね、その支援者の方からニックさんに、でそのニックさんから私に今日いただきました。で俺がね、そんな本当に実はね本当に嬉しい、本当に嬉しいというか本当に助かりました。3万円なんですよ。で別にこれなんか今
そういうのがそれで解決するわけではないんですよ、もちろん。だけど本当ね、いや俺こんなことってあるのかなって。いやニックさんはもともとね、いろいろご自分でやられてて、あんだけの金額集められたでしょ。いやすごいなと思ってたんだけども、俺は無理だから、そういうのはもらわないみたいなことなんか偉そうに言ってたけども、でもねそれは本当にすごいことですよね。でよくそれ批判する方いるんだけど、もうそういうもんじゃないですよって。これすごいことですよ本当に。でこんな世界俺は今まで、まあ友達とかだったらねまた分かるんですよ、あれもありますけど友達には。だけどこんなよく、なんだろう、動画でしかね出してない赤の他人にこういうことしてくれる人っていうのが本当にいるんだなと思って、本当にありがたい。で今までだから俺がちょっと偉そうな、なんだろう、まあ強がってたっていうかね、そういう態度で俺はやってたんだけど、それが本当になんか皆さんに嘘と言ってたというか、嘘ではないんだけども、なんか偽ってたなと思って、申し訳ないなと思って、一応これまあそういう形で謝罪です。まあ本当はもう金なくて本当にひこい、もう本当に、まあちょっと笑いで動画を出してたんですけど、あれも全く本当だったんですよ。で本当情けねえなと思って、自分でボランティアにも行くのきついなとか思いながらも、なんとかこうやってやりくりしてやってましてね。またちょっと母親とかもね面倒見ないと、まあ面倒って別に俺が介護してるわけではないんだけど、メンタルの部分とかがあってね、ちょっと一緒にいてやんないといけないっていうのもあったり、ちょっとね困難は困難なんですね。でちょっとくじけそうになりながら、いろんな思いをありながら俺動画やってたんですけどね。でも俺本当にそういう方がいて、本当にそういうね手を差し伸べてくれる方って、本当にですよ、本当に感謝です。でその方お名前もねちょっとニックさんが教えてくれなくて、まあ言わないでって言われたみたいでね、本当にどうもありがとうございます。本当にね心から、お礼を言いたいんですが、もうね本当に私これどういうふうに使うかって本当にちょっと悩んでて、解決にはちょっと難しいんですけど、まだねしばらく、ただしばらくすれば1月2月ぐらいになればどうにか普通に戻ってくるんですよ俺。でただ今本当に現金がちょっと必要でね、まあ本当にありがとうございます。だからまあその方の期待ね、そこまで熱い思いで、なんだろう、熱い思いでっていうんじゃなくて、なんていうんだろうね、こういうちょっと心改めて、俺のできる限り N 国党にね、もっと地味な活動ですけどね、ボランティア、とかまあそういうのさせてもらいますんで、ちょっとまた動画とかで、それはまたやります。こんなもらって逃げちゃうようなことは絶対しませんので、ちょっと俺のね活動ちょっと見ててください。じゃあちょっとねごめんなさいね、1月は、でもできる限りやります。はい、車のね車検代どうしようかと、車検なんですよ24日なんです、とあと近々ではその四十九日で墓に入れるその35万プラスいくらっていうね、なんか高いのか安いのかよくわからないんですよ。一応そのなんか寺が、ね、墓は寺持ってるでしょ、でその間寺の勝手にやっちゃいけないと俺がやろうかと思ったんだけど、やっぱまずいみたいでね、まあ、車ってまた母親も病院とかに送んなきゃいけないし、そういうのでも使うんですよ。でまたボランティア行くのも現場に車乗るのも早いし、まあ、贅沢っちゃ贅沢なんですけどね、なきゃないで
言われるんですけど、どうも本当にありがとうございますっていうのをちょっと言いたかったんですね。あと俺がなんかそういう他の支援をとかね、寄付をお願いしますっていう人に対して、まあ自分がもらってるんだからね、何お前言ってんだよっていうことで、本当にちょっとその辺はねみっともなかったなと思ってちょっと反省しております。ちょっとこれまあね、多分批判、お前バカかって言われるかもしれないんですけど、一応本音でちょっともうまあ情けない、そういうとこも本当の俺なんですけどね、でも本当にね気持ち、まあお金ももちろんそうなんですけど、そういう気持ちがすっごいありがたくて、本当にこんなね、あの年取って仕事とかでもね、友情とかそういうのなんだろうあるんですけど、また全く違うこういうところでそういうのって本当なかなかね、なかなかないじゃないですか。俺はもう仕事には戻らないです。辞めた、あの9月でもうなんかゴタ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 してたんでね、もう N 国党に本当にあの議員になるんだっていう、ちょっとあの時はまだね、美人イケメンとかじゃなかったから、 N 国党がね勢いあって、俺は公認もらってみたいな、なんかそんな感じで思ってて、もう勢い余ってそこで辞めちゃったんですよ。もうね、そうです、まあ3年あるから、本当はね戻ってればちょっとね選挙のためにまあ仕事戻ってっていうのが本当は良かったんだけども、まあちょっと頭狂っててね、YouTuber 病か、まあ N 国党病か、まあそういうね感じになっちゃって辞めちゃったんで、もうしゃあないんでねそれは。でもまあ本当にちょっと私も頑張って活動、まあ議員じゃないんでね、あんまり出しゃばったまではできないんですけど、活動頑張ってやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。いろいろ賛否両論あると思うんですけども、こういうことです。で実はね、私今何をやってるかっていうと、ところが、まあ、まだ、だいたい金曜日と土曜日あたりに、ここね海岸線134号線なんですよ。この先トンネルがあってね、暴走族がバンバン来るんですよ。まあ暴走族とかはまあ旧車街かよくわかんないですけど、しかし今日も全く来ない、全然いない。下でスケボーやってるやつがいますけどね、全く来ない。で実は損、あの暴走族というかね、その騒音ね問題っていうのを俺はもう一つやりたいんです。で別にその N 国党が大事なんですけど、まあ暇な時間があったら、そういうもし議員になった時にね、そういうのもやりたいっていうのがあってね、騒音問題って全く昔と変わってないんですよ。逆にね、逆に昔と、前もちょっと動画でも言ったかもしれないんですけど、昔ですよ、俺がもうガキの頃でね、暴走族ちょっとかじってた頃もあるんですけど、その時よりも今ゆるゆるなんですよね、ある部分が。当時はもうね、マフラー不正改造だったんですけど、不整備不良でね、アホンダラ、まあまあね、ここは広い道だからいいけど、お、あの野郎ライト消したよ、なんだ俺を警戒してんのか。俺を警戒してた、勘違いしてんな。暴走族ってもう30年前40年前ほんとね、騒音対策って変わってないでしょ。うるせえバン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 ってやって、それをお巡りさんがビューってパトカーで捕まえないでしょ最近。まあ明らかにおかしな煽り、なんかローリング切ったりとかしてれば行くんですけども、でも真剣に捕まえないんですよ。それを実はやりたくてね、で今騒音をね、測ったりしてます。で大体どのぐらい、ここちょっとね、有名なトンネルがあってね、ちょっとね人里っていうかね、海の緩衝地帯でこう防風林とかあって、防風林じゃねえな、防砂林だっけ、あって、人の家にはちょっと離れてるんですけど、ただ俺が住んでるのが一番その、そこのね、一番その海から一番近いとこは俺の住んでるとこなんですけど、
ただ本当ね、テレビと聞こえなくなるぐらいうるさいんですよ。これね、まあその個人で警察にね、今どういう状況でやってるのかっていうのを話をねしに行ったこともあるんですけど、やっぱ普通の人だとほとんど教えてくれないんですよね。対策はとか、こう、その暴走族とうるさい単車に対してどういう取り締まりをしてるんだって言っても、はっきり言わないんですよ。やっぱだからそういうのは議員とかそういう力がないと難しいかなと思って、まあ考えてます。それで今調査じゃないんですけど、音をね測定して、どのくらいの音で車検通る音、車検の保安基準の音っていうのと照らし合わせてどのくらいなのか、例えばこれも難しいんですけど、距離とかもあるから、でいろいろ、まあ今ちょっと、なんだろう、ここで今の時点でどのくらいの音がするのかとか、100メーター先でどのくらいするのかで、民家のあたりでどのくらいの音がするのかっていうのを実際に測ったりして、ちょっとどういう切り口がいいのかわからないんですけど、ちょっとね、とりあえず記録だけつけようと思って やってるんですけども、まあで金曜日土曜日っていうのが、夜っていうのが、まあ一般的にね多いんだけども、平日も今あるんですよ。ただ今日は全く通らないですね全く通らない。この動画撮る前もずっと1時間ぐらい前からやってたんですけど、全然単車通らない。こんなの珍しいですよ、本当に。まあ全然意味ないかもしれないやこれ。そういうのをちょっとでもやりたいなと思ってね、今やってたんです。で動画撮る意味あんまないかなと思いながらも、実態を、なんか暴走族の実態的なものをね、一回なんか動画で映そうかなと思って、前回は10月に2回やっぱり同じ金土ってやりました。でその時はね、マフラー、これ穴開けてるマフラーね、うんこ、ビビリうんこみたいなクソ音してますけど、こんなの車検通らないんですよ。だから車検通らなきゃ本当は捕まえてもいいんですけどね。だから車検の保安基準のあのやり方もちょっとおかしいんですよ。ゆっくりアクセル踏んで、時速で何キロ、40キロまで上げていくのかな、その中で、あ違うわ、回転数、あそうだ、40キロだな。だからそう、車検制度なんかにも穴があるんじゃないかなとか思いながら、ちょっといろいろそれはまだ先だしね、ちょっと自分なりにやってきます。今日は全く無駄ですね。あと1時間ぐらいちょっと待って、音だけちょっと測ろうと思ってます今日はね。でちょっと、はい、すいません、長くなりましたけど、前半でちょっと前半の感謝っていうか、謝りたいなって、なんかまあ謝ってるのか感謝してるのかちょっとよく分かんないですけど、なんかちょっと本当にか、なんだろう、ちょっと感じたことだけね今動画にさせてもらいました。まあいろいろこれ多分批判されるかもしれないんですけど、もうしょうがないですね、本音なんで。はい、で俺もね単純なんで考えコロ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 変わるんですね、ごめんなさい。優柔不断かもしれないけども、優柔不断っていうのかな、なんて言うんだろう、アホなんだね。だからアホだから逆に、アホだから、まあちょっともっと人間勉強してね、観察力も、俺でも仕事の時はもうちょっとね、もうちょっとあれだったんだけどなと思ったけど、やっぱりダメだね。もう全部俺もね、立花さんみたいに本音で全部喋っちゃうと思ってるんで、喋ったり生きていきたいなって思ってます。はい、どうもありがとうございました、長々と。はい、失礼します。